皆さん、こんにちは。スノーマンの切り込み隊長である佐久間大輔さんはいつも明るく笑っていて、スノーマンの元気印といえる存在です。そんな佐久間大輔さんについてインターネットで検索すると、佐久間大輔過呼吸や佐久間大輔オートといった何やら心配なキーワードが出てきます。メディアではいつも元気そうに見えますが、実は病気を抱えていたりするのでしょうか。今回は佐久間大輔さんの私生活や人間関係について深掘りしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。先に結論を申し上げますが、佐久間大輔さんが過呼吸で倒れたという事実はありません。また公式の場で嘔吐した、発作を起こしたということもありません。実は全てファンの方が執筆した二次創作の小説の話になります。ジャニーズをはじめとする有名人やアニメやゲームのキャラクターたちをモチーフとした二次創作は昔からよく制作されています。中でも有名人など実在する人物を題材とした二次創作は特に取り扱いに配慮が必要なジャンルとされています。今回の事例のように、検索から意図せず見てしまった人が、え、佐久間くんって過呼吸で倒れたの？と余計な心配をすることにつながり、嘘の情報が広まってしまう恐れがあるようです。またエゴサーチをしている有名人の方も少なくはないようなので、ご本人の目に留まってしまう可能性もあります。現に過去有名人の方が自分を題材にした二次創作物について言及した事例があるようです。二次創作の内容によっては名誉毀損などで訴えられてしまう恐れもあります。そのためこうした実在する人物を題材とした二次創作は公の目に触れないような配慮が必要とされています。具体的には、名前を検索してたどり着かないように検索避けをする、閲覧できるホームページなどにパスワードを設定する、公式のアカウントで反応拡散しないといった対策をしなければなりません。今回佐久間大輔過呼吸などのキーワードが検索に出てきてしまうのは、実際にそれで検索ヒットする小説があるからだと思われます。残念ながら上記の対策を怠っている執筆者がいるということです。このように扱いに注意が必要な実在人物を題材にした小説ですが、噂の小説を読んでみたいという方もいると思います。架空の世界の実在する人物には関係のない話と理解する必要があります。過呼吸、嘔吐、発作などが小説の中の話であるということは分かりましたが、佐久間大輔さんが本当に体調を崩していないのか気になります。そこで過去佐久間大輔さんが病気や怪我をしたことがないか調べてみました。一つ目は新型コロナウイルスの感染です。2022年7月8日、佐久間大輔さんと岩本照さんの新型コロナウイルス感染が発表されました。佐久間大輔さんは朝から 40.1 度の発熱と喉の痛みがあり、 PCR 検査をした結果陽性と判明したようです。佐久間大輔さんが陽性だったため、他のスノーマンメンバーも検査をしたところ、症状はなかったのです。岩本照さんの陽性も確認されたということでした。ちょうどこの頃、スノーマンのセブンスシングルオレンジキスの発売、それに伴う YouTube 生配信や歌番組でのパフォーマンスがあり、佐久間大輔さんと岩本照さんは残念ながら出演できませんでした。プロモーション期のコロナ感染、誰もがいつかかってもおかしくない状況でしたが、本人たちは非常に悔しい思いをしたことと思います。また佐久間大輔さんに関しては高熱も出ていたようなので心配の声が数多く見られました。2つ目はアジアツアー 2020DD での捻挫です。スノーマンはデビュー後すぐ新型コロナウイルスが蔓延してしまったので、デビューコンサートがオンライン配信となりました。デビューコンサートは全9公演、そのデビューコンサートのリハーサル中に溝に足がはまってしまって捻挫をしてしまったようです。デビューコンサートを配信で見ていた人たちからも、なんだかいつもの調子と違うという声が上がっていました。足を怪我しているのになんとか踏ん張ってパフォーマンスをしていたようです。待ちに待ったデビューコンサート、本調子で踊れないのは本人もとても悔しかったことでしょう。さて、佐久間大輔さんに人気 VTuber とのつながり疑惑が勃発し大炎上したことがありました。佐久間大輔さんといえばアニメ好き、ゲーム好きをかねてより公言しているオタクキャラで、事務所のゲーム好きが集まる YouTube チャンネル
放課後ゲーミングライフにたびたび出演していることでも有名です。問題となったのは10月20日に行われたゲームの生配信動画でした。配信中の画面に源太郎というフレンドから通知が来ると、一瞬で佐久間大介さんの表情が固まり、椅子から立ち上がると配信は一時終了しました。当然源太郎の正体は誰なのかファンは騒然としました。そんな中、佐久間大介さんが日頃からファンを公言している VTuber 星町彗星さんのお姉さんが持っているアカウントも同じ名前だったことが発覚します。そこから2人がつながっている疑惑が浮上し、熱愛同性説まで飛び出し大炎上となってしまいました。佐久間大介さんはよくテレビやラジオで星町彗星さんへの愛を語っており、ちょうどこの生配信でも星町彗星さんのイラストが描かれたパーカーを着ていました。2022年の佐久間大介さんの誕生日にはラジオに、いつも応援ありがとうございますと星町彗星さんからサプライズメッセージが届き、大喜びしていたこともあります。ただ真偽不明とはいえ、今回ここまでの騒ぎになってしまった以上、今後メディアでファンを公言するのは厳しいかもしれません。実際 SNS ではファンたちが阿鼻叫喚の様相を呈していました。佐久間大介が星町彗星とか源太郎こと姉町とつながっているのは全然いいけど、自分のアカウントを生配信で使うリスクやあらかじめ通知オフするとか、そういうプロ意識に欠けるところが本当に無理。あれだけラジオで「スイちゃん大好き」とか言っていたから、前からつながっていたんだったらリスナーはお前のイチャイチャ聞かされてたんか言ってなるので、説明をくれ。昨日の星町彗星の流れ見てマジで引いている。自分は推しとつながっていた上で自分のオタクをバカにしてたんやね。最低やな。そしてファンのざわつきをさらに加速させているのが佐久間大介さんのブログの沈黙でした。事務所の会員制サイトでほぼ毎日ペースでブログを更新していたのですが、この時の生配信から更新がなくなっていたのです。その後ようやく更新されると、星町彗星さんとは最近ゲームを通じて友人になったと釈明し、ネット上での噂を否定しました。初動でコメントが出せていればここまでの騒ぎにはならなかったような気もします。スノーマンの佐久間大介さんは明るいキャラでグループのムードメーカー的な存在ですが、あまりラウールさんと個別で絡んでいるのは見ません。不仲なのでしょうか。実は仲良しエピソードがいくつかあります。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード。1つ目、ラウールさんはピュアなのかを検証する企画で、佐久間大介さんはラウールさんのことを話していました。スノーマンの YouTube 企画シンクロ維新伝心チャレンジサードシングル特別企画では質問に対して9人が答えを一致させることができたら成功というゲームを行いました。球技といえばというお題に佐久間大介さんとラウールさんがけん玉と回答して一致しています。けん玉が球技なのかはさておき、向井浩二さん、宮舘涼太さんもけん玉と回答していて、グループの中で流行ったと話しています。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード。2つ目、佐久間大介さんがビジネスバカなのではないかという説を検証する企画で、ラウールさん、自分の好きなことは物知りだし生きる力はあるけど、いわゆる常識や一般知識はそんなにないと答えています。佐久間大介さんはアニメと動物に関する知識が豊富で、スノーマンの YouTube 企画見極め王決定戦違いがわかる男たちです。ではヤギの鳴き声を当てる問題を見事に正解しています。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード。3つ目、佐久間大介さんはラウールは昔からちゃんとした子だったとラウールさんのことを話しています。 YouTube のジャニーズジュニアチャンネル企画ラウール企画15歳の気持ちをつかめお土産バトル in 京都では加入当時のラウール君に遠慮なく絡みに行く佐久間大介さんの様子が見られます。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード。4つ目、ラウールさんはシルバーにしてあの銀髪も良かったよと佐久間大介さんの髪色を褒めています。スノーマンは毎年春の滝沢歌舞伎の間は髪色が暗くなりますが、それ以外の時期は佐久間さんは金やピンクの派手な髪色をしていることがあります。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード。5つ目、佐久間大介さんはそうだよ
俺とラウの部屋に来て、と、タイのホテルがラウールさんと同じ部屋で、そこに目黒蓮さんが遊びに来ていたことを話しています。スノーマンの YouTube 企画、佐久間大介のこと覚えてる？昔は尖ってたよね。で、佐久間と行った思い出の場所は？というお題に、ラウールさんがタイのホテルと回答し、佐久間大介さんも同様にタイのホテルと回答していました。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード6つ目。佐久間大介とラウールの仲良しエピソード6。佐久間大介さんは、ラウール、足首がむっちゃ硬いんだよね、と、一緒にダンスの練習をしているからこそわかるラウールさんの弱みを暴露していました。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード7つ目。佐久間大介さんは、ラウールはいつも元気で、俺らの楽屋に遊びに来る。ああいうのを見ているとラウールは甘えん坊なのだということがわかる、と話していました。最年少の甘えん坊ぶりを話しています。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード8つ目。佐久間大介さんは、ラウールの顔めっちゃ好きなんです。あとダンスも、とラウールさんを溺愛しています。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード9つ目。加入当初のラウールくんは、佐久間くんより、僕の方がしっかりしている、と佐久間大介さんをいじっています。佐久間大介さんとラウールの仲良しエピソード10個目。もしもスノーマンのマネージャーさんをやることになったら、メンバーにどんなお仕事をしてもらいたい？と聞かれた佐久間大介さんは、ラウールをパリコレに出す、と答えています。モデルとして活躍するラウールさんの様子は、スノーマンの YouTube で見ることができます。この他にもありますが、とにかくラウールさんと佐久間大介さんの2人の関係性は、良好であることがわかります。そもそも不仲に見えた理由がいまいちよくわかりませんでした。2023年6月、グループ初となる4大ドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023挑めを開催したスノーマン。メンバーの佐久間大介さんが、ステージ上でファンに伝えたジャニーズの道発言が、大きな反響を呼んでいます。スノーマンは12日に東京ドーム公演を実施しました。3日目の終盤、佐久間さんは、みんながいてくれるから、俺たちはステージに立てるし、こうしてステージに立っていると、本当にジャニーズでよかったってすげえ思います、とファンに心情を伝え、続けて、俺たち9人、これからもずっとこの、ジャニーズの道、突っ走るんで、みんなついてきてください、と呼びかけました。これを受け、ネット上では、いろんなことが渦巻く現状で、今オタクが一番聞きたかった言葉を伝えてくれた、さっくん。本当にかっこいい。さっくん。ずっとジャニーズでいてくれるって。事務所がこんな状況なのに、アイドルとしての覚悟が詰まってて泣いた、といった感激の声が続出しました。そのため、同日には X で、ジャニーズの道が、東京トレンド、入りしていました。近頃、ジャニーズ事務所の元副社長、滝沢秀明氏に近しいジャニーズタレントの退所が続いているため、滝沢氏が、育ての親、であるスノーマンファンの間には、まさかスノも事務所を離れる気では、と不安が広がっていました。今回、佐久間は、ファンの心情を察した上でこうしたコメントをしたとみられ、実際、多くの人を安堵させたようです、と芸能記者は語っています。スノーマンは現在、メンバー個人の契約も含めると15社と CM 契約を結んでおり、これは現在活動しているジャニーズグループの中でもダントツの数字。今やジャニーズ事務所の大黒柱であり、各メンバーのグループ愛も強い。そういった理由から、当面は対処メンバーが出るとは考えにくいでしょう、と続けて分析していました。いかがだったでしょうか。今回は、佐久間大介さんの私生活と人間関係について見てきました。過呼吸など、何やら気になる検索キーワードについて調べてみました。佐久間大介さんが実際に過呼吸だったり、病気を持っていたりするというわけではなさそうです。すべて二次創作の小説の中の話であることが分かりました。しかし、スノーマンのメンバーはみんな多忙な中日々の仕事をされていますし、無理をして体調を崩さないか心配になることもあります。佐久間大介さんは、メンバーとの不仲がささやかれていましたが、調べてみると全くそのようなことはないようです。今後もグループ仲良く様々なことにチャレンジしてほしいと思います。
今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。